みみちゃんの美しい横顔で始まるこの動画。みみちゃんなんか感じたの？あ、私は感じとったわ。あ、すごい、分かってんのかな。ランクがある気がする。すごい。で、どこに何かあんのかな。みみちゃん、いけるよ。お？お？あら？なんだこれは。あらら？ドギマ。ね、尻尾振ってる。嬉しいわ。嬉しいね。さあ開封してみましょう。ひひひ、何かしら。何、早く早く欲しいのね。うん、みーちゃん。じゃあこっちで開封しようね。ドギーボックスだよ、みーちゃん。かわいい。何が入ってるかな、こいつはね。さあまずはお手紙から。お、みーちゃん今回はね、スキーだって、スキー、スキーリゾート。アドベンチャーススキーリゾート。ヌルスタジオ。まずはね。ね、これ座ってるつもり？じゃじゃーん、ゴンドラ。ゴンドラだってみーちゃん。ゴンドラ。かわいい。やっぱりみーちゃん乗り物似合うよね。激しい。激しい。激しい。激しくないみーちゃん。久しぶりの。新しいおもちゃ。みーちゃんいいね。あららら、見せてよ。みーちゃん知ってては。あ、いいよいいよ。フェリー、ベイリースノーマウンテンだって。え、かわいいね、これ。あ、綱引きできるのかな。かわいい。今回はね、スキー場を一望できるゴンドラのおもちゃをご用意しました。いやー、ロープを引っ張れば、ふもとから頂上まであっという間、何度も滑りたくなっちゃう。なるほどね、これでこう登ってるイメージを出せるわけね、こうやってほら。そう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 、嬉しいね、みーちゃん。つなきでしょ。あたしのおもちゃ。ちょっと声がみーちゃんかわいいね。よいよいよい、かわいいオレンジでね、気に入ったみたい。大丈夫。ジャニーさんがこちらに夢中の間に続きましては、うん、ねえみーちゃん、なんだろう。じゃじゃん、こちらはね、犬用ソフト歯ブラシだそうです。歯ブラシ、ワンちゃんの口の形状を考慮してブラシ部を柄に対して15度傾斜させた。操作性が良く、歯垢を効果的に除去できる歯ブラシ。ご使用の際は歯と歯茎の境目を丁寧にブラッシングしてください。力を入れすぎず優しく磨いてあげてください。はい、ってみた。長崎県在住ミニさん33歳でした。サナさんよ。よくわかんないけど、歯は命だね。次は、じゃじゃーん、こちら。こちらは、豚の耳、細切り。え、耳だってみーちゃん。ピッグイヤーって書いてあるよ。耳の耳ね。豚の耳、私は耳。よくわかんないけど。国産の豚耳を細く食べやすいサイズにしました。豚耳に多く含まれるコラーゲンとビタミン B 群は、関節のケアや皮膚の健康に役立ちます。噛み応えがあるので歯磨きやストレス発散にも。耳にちょうどいいじゃん。関節のケアにいいって。みーちゃんよかったね。コラーゲン、美容だよ、美容。みーちゃん。それから、じゃじゃーん、エゾシカ肉ジャーキー。北海道産のエゾシカ肉をじっくりと完成させました。シカ肉はビタミン B2 が多く含まれており、脂肪の燃焼や新陳代謝を促進し、皮膚や毛づやの改善が期待できます。よかったね、みーちゃん。鹿だって、鹿。それから、うん、ラストは、じゃじゃーん、鶏の砂肝。岩手、青森県産の鶏砂肝を薄くスライスし、食べやすく仕上げました。砂肝は、タンパク質と鉄分が豊富で、エネルギー補給や貧血予防に効果的です。お、みーちゃんよかったね。貧血にもいいって。寝起きにも効くかな。やばい、もうなんか、身が破壊を。破壊活動が。破壊活動が過ぎますよ、みーさん。というわけで今回のドギボックスさんからこんなにたくさんいただいたね。よかったね。私は今度おもちゃが嬉しいわ。でもそのおやつもちょっと気になるわね。めっちゃ奥までカリカリやってる。みーちゃん、おやつ気にならない？これちょっとアートにして、アートで試食会を楽しみにしてるわ。あ、みーちゃん、ゴンドラ楽しいね。うん、ゴンドラ楽しいね。もうそろそろちょっともうゴンドラのロープウェイ切れそうなんですけど、やば、なかなかデンジャラスな感じに。怖い怖い。え、みーちゃん、こ
これで遊びたいの。見て見て見て。ね、今回ほらゴンドラ可愛いって言うの。ゴンドラ映るようにして。そう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 。あそこでストップ。のあ、のりちゃんもちょっと耳に近づいて。もうちょっとメガネは、あの、ちゃんとかけて。かけて。そんなに曲がってる。みーちゃん。みーちゃん、ほらほら。ちょい、これ、アイキャッチ用に。かわいいな。もう絶対今、かわいいのがもう撮りたいやつ。じゃあ、そんなところで、みーちゃん。おやつにしよう、イエーイ。試食会だ、試食会。美味しそうだね、みーちゃん。楽しみだね、みーちゃんね。そうよ、楽しみ、私も。見てこれ。おお、すごい長いね。こちらが豚耳。あんたの耳の長さといい勝負なんじゃない？そう。うん、美味しそう。これはでもさ、大きすぎるんじゃないとか言ってさ。全部。あんたそんなに食いしん坊じゃんないわ。ね、あんたは小さめにしとこうか。これは。それからこれがエゾシカ。つなぎもジャーキー。ジャーキーや。そしてこれが私や。今回結構あれだね、こうあの肉感が溢れる感じだね。確かに。でみーちゃん。さあ。今回結構匂い控えめな感じかな。今回じゃあどれ予想しますか。これやっぱりまあ大きい豚耳感がいて。お母さんも匂いチェックするのかしら。私と一緒に。意外とエゾシカが一番美味しいかもしれない。匂いがするかもしれない。耳がジダンダン遊んでるよ。ね。うん。おお。サービスショットじゃん。じゃあ、じゃあ、先立て。これが楽しみ。私、2本足で立っちゃう。なぜかわいやつの時はお母さんが。ダメラマノ。オトラマノ。ダメラマノ。オトラマノ。いいね。じゃあ、みーちゃん。よし。ほら、豚耳。おあれあれ意外と。珍しい。後で、頼もうっていう。頼もうじゃない。楽しもうっていう。簡単じゃない。時間がかかりそうだから、後回しに。ゆっくり食べなさい、みーちゃん。バリバリいっちゃう。もう結構長く食べる。うん、だって、硬いもん、結構。わーお。大型犬の本領発揮。立派な牙。うまかったね。兄ちゃん美味しかった？何が一番美味しかった？だし。豚耳がいいかなと思った。エゾシカも悪くない。あ、そう、食べるのに時間かかりそうだったから後に置いといたんでしょ。そう。もうないのかしら。ここにおかわりがあるよかったね、みーちゃんというわけで、今回この3種類食べたね、みーちゃん、ね、残りはまたゆっくり食べようね。またいっぺんに食べたらね、ちょっとぼうこちゃんが心配だからねよかったね、みみね、みーちゃん名残惜しい。